で見たら目の表情なんかもよく見えると思いますが、この目の周りの黒い模様でよく隠れがちなんですが、パンダはよく見ると目、継ぎ目で怖い目をしています。この黒い周りのサングラスのようなものを外すと結構キュッとした鋭い目をしているんですよね。この目の周りの黒い模様は非常に役に立っています。パンダはとても寒いところに住む動物で、雪深いところに住むんですね。そんな時、雪のところに太陽が当たって乱反射してしまったこの光を、よく大リーガーの方が目の下に黒く塗ってますよね。あれと同じように眩しくないようにという感じになっているようです。また手や耳や足が黒いのは、末端が黒くなることによって太陽の光が十分に吸収できる、暖かくなるということで、パンダたちのこの白黒の模様はこの体温調節、あとは光の加減、あとはカモフラージュ、周りの雪の景色